取る僕の勝ちです。ご視聴ありがとうございました。本当にデタラメなこと言ってる。デタラメだけに、じゃんけん勝ったんで僕、高校の一匹です。ということで、もうね、結構続いてますよ、このデタラメバトル。一応もう10だとやる曲がもう今日のデータだとやる曲がもうないんだけど、まあ残り少ないですね。なんだけども、まだ今日のデータではできないデータラメ曲が1曲残ってる。本当ですか？本当ですか？多分クッキーも解禁してないんじゃないかな。解禁曲ですね。解禁曲です。じゃあ先に選んじゃってください。自分高校なんでね、今回選ばせようかな。角度さん、お、解禁曲だって。なるほど、持ってないとできない。おお、なんかでちゃんと10です。フルコンしてるじゃないですか。もう60回ぐらいやったよ。おお、これなかなかピンチですね。まあデタラメなんで、いきますか、早速。ここ3曲なんで、3曲バトルで頑張っていきましょう。デタラメだと。なんか速度変化ついてるから、めっちゃくちゃ。確かに。中盤がなんかややこしかった。結構いった。ああ、むずいよ。むずいですね。でもこれがね、デタラメをできるようになるんですよ。これを続けていけば、これを続けていけば、アベコベができるようになるんですよ。デタラメじゃないんかい。じゃあ次、いや、せめて気まぐれにしとこう。気まぐれロマンティック。それも消えたんじゃなかった？消えましたよ。次、僕選びますね。先ほどやったんですけど、曲が残り少なくて、ちょっとしばらく考える時間もらってました。で、2人で考えた結果、あと3曲思いついたのでやろうかなと。だから合計4曲ですね、今回。これ、自分お尻に財布入ってるんですけど、このままバナパス反応したらすごくないですか？すごい。
しいこと考えてしまった。しかも、飛んでいた。そうです、すごい。すごい。てか、普通にこのデタラメバトルでこれ使いたくなかったんですけど。普通にこのネタをもっと公に使いたかった。この場を持って。びっくりした。じゃあ何から行きます？まあ、ここから近いところは J-POP が一番近い。そうですね。Thank you.
二人疲れてますよ今日。ヘビンが見えない。わあ、普段ならもっとできんのに。俺が言いたいことあったわ。